強き拍手、果たして今までこたびは援軍がこの城西にやってきてくれており、その者たちを早速この場に呼んでまいりたいと思う。それではどうぞ。ではどうぞ、まず自己紹介と、はい、あとはこたびは、南々に知らさくことがあるということで、そのことにも南々ぜひ耳を傾けていただきたい。ではよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私たちはストラス観光圏のアンバサダー、ストラスガールズと申します。皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ストラス観光圏についてご紹介させていただきます。ストラス観光圏とは、熊本県の南地域である八代市、そして氷川町、そして芦北町の3つの町で構成されています。ストラス観光圏は文字通り柑橘の栽培で有名な地域です。なんとですね、生産量が日本一の柑橘も数種類あるんです。皆さんぜひご注目ください。ストラス観光圏の秋はイベントや美味しい食べ物が盛りだくさんです。皆様ぜひ今年の秋はストラス観光圏にお越しください。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日はですね、皆様にストラス観光圏のことをより知ってもらえるように、私たちがクイズを何問か準備してきました。ぜひですね、皆様積極的に答えていただいて、なんと正解された方にはおもてなし部招待の皆様より景品を直接お渡ししていただきますので、皆さんぜひ積極的にクイズに参加してください。よろしくお願いします。はい、それではストラスとストラスでシットラスクイズ始まります。お願いします。シットラスクイズ、いいですね。シャレが効いておりますね。なかなかシャレが効いております。はい、では早速第1問からいかせていただきます。世界ギネスブックにも認定されている世界一大きい柑橘の名前は何でしょうか。どちらの方でござるかな。手前の兜をかぶった姫。正解です。おめでとうございます。おめでとうございます。ですね、バンペイがギネスブックにも認定されていますね。はい、ありがとうございます。すごい大きい。よし、じゃあ、マグベ。あ、では、褒美を持ってまいれ。お、では、お渡しさせていただきます。うん、渡し行け。その場におってよいよ。うん、我ら武将隊がそちらに参るゆえ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、サデちゃんも第2問に行きます。お、第2問。おへそがついているその柑橘の名前は何でしょうか。柑橘へそがついている。へそがついてるの。柑橘にへそがついている。あ、では手前の髪を染めた姫。柑橘っぽい髪型。正解です。エゴボンです。エゴボン、おめでとうさんじゃ。おめでとうさん。へそがついてる柑橘はエゴボンです。さようなら。もともとは白類という、八代の海の名を変えました品種であって、デベソとかな、いう名前とかあるんだけど、あ、お主が持っていくの。さよう、あちらの髪を染めた姫。お主の袴色の髪型、髪の毛をしてる姫。ありがとうござる。おめでとうさん。さあ、でも、早速いきます。次、第3問。はい、3問。西日本で唯一全国花火大会が実施されている市はどこか知っていますか。早い。どうするんだろう。正解です。おー、ありがとうございます。八代であれば、花壇様行った方が良いんじゃないですか。花壇様、細川殿、八代の花火大会は非常に有名ですから、ぜひ皆様行ってみてください。今年はいつですか、八代の花火大会。今年は10月の21日です。あ、なるほど。であれば皆さんお越しください。全国の花火師が来そうなんだろ。さようでございます。これは一見の価値ありでございます。あ、おめでとうござる。
次が最後の問題となってしまいます。お、最後なのか。はい、はい、次が、八潮市から薩摩川内まで運行している鉄道会社は何だと思いますか？最後です。すごいな。どのものかな。黄色い兜を羽田川かじゃなくて。正解です。お、視察オレンジ鉄道。はい、オレンジ鉄道です。オレンジ鉄道っていうやつだな。さようでございます。では島様、薩摩川内市まで行けますから。あ、オレンジ鉄道を表しております、あれね。いや、全然緑色じゃろ。さようですか。まだ売れてない感じじゃろ、あれ。いや、美味しいと思いますよ。売れてなくても。では、どうであろう、時間がもしあれば、あと1問いけるという形になるけれども、時間はある。あと1問いこう。いや、ラスト。せっかくじゃ、特別問題。特別問題。さあ、最後の問題いかせていただきます。八潮の海のレジャーといえば、船出行きですが、芦北町の海のレジャーといえば何でしょうか。芦北町。芦北町の海のレジャー。レジャーです。お、横におったぞ、右側に。お、あ、おられた、桃色の着物の姫。そこで解決です。なん、正解は何なんじゃ。打たせ歩きです。打たせ船。はい。おー、素晴らしい、おめでとうございます。であれば、船といえば雪永様ではないですか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。いってらっしゃい、早野。さあ、ということで、なかなか急ぎ足になりましたけれども、5問全部でやってまいります。5問は、まあ、これで、県南の方のですね、八潮、氷川、そして芦北の魅力が伝わったのではないかなと思う次第でございます。ありがとうございます。あの今日はあそこでパンフレットもお配りしてますので、私にも興味が湧いた方はぜひお受け取りください。何時まで展開してるんじゃ。12時半までですね。結構まだあります。なるほど。はい、で ここのみならず、午後には、城下町の方まで降りてですね、この、シトラス県の、PR をされるということですから、はい、ぜひ皆様も城下の方まで足を運んでみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。こたびはせっかく県南の南だが熊本を盛り上げようと立ち上がってくれとるわけでございます。この場をぜひ記念撮影にて締めてまいるというのはいかがでございましょうか。よき考えじゃ。ありがとうございます。ではこれより写真撮影戦へと移る。我ら武将隊とそしてシトラスガールズ共に決めの構えをいたすゆえ、宮野衆、小野が写真機を取り出し我らを迎え撃っていただきたい。では参るぞ。あ、我らの間にあ、胸しろへんまと思うのか。あ、それ違うぞ。あの銃とか矢を避ける盾じゃないから。では、こたびは特殊な陣形なので掛け声はいかがいたしましょうか。我ら、シトラスガールズと熊本城おもてなし武将隊。はい、カシャ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 。はいはい、良いと思います。さすが殿。当たっております。二柱が、それがしの柱に当たってます。おう、ちょっとさ、最近怪我したことだっけ。もう感知しております。感知したね。は、では参るぞ。は、我らシトラスガールズと熊本城をもてなし武将隊。さあ、カシャカシャ言わせい。取りすぎたら後で消せばよい。はい、今存分と取っておけ。我らから向かって右手側にも目線を止まってまいろう。客人が多いですからな。この度は客人が多い上、前方の方取れ申したら後ろの方も取れるようご協力をよろしくお願いいたします。うん、取れてよき者はより拡散いたせ。つぶやいてくだされ。反対側。はっ。さあ、こちらの方々も我らはね、清正様、インスタ映えしますからね。さよう、色とりどりじゃろ。あ、宗茂様、けげんな顔するのやめてくださいませ。ひげ
わかりませんさあ、取れましたかな、後方の方々も。はい、よろしいか。では、最後正面。はっ。残り5秒。では、数えてまいります。ひ、ふ、み、よ、いつ、しまいでござる。あこたびは、援軍として県南地方からストラス・スプラッシュと、ね、ストラス・スプラッシュ、ストラス・スプラッシュと題して各地を広めていこうと、という方々でな、ストラスガールズの者たちが援軍に駆けつけてくれた。今一度大きな拍手をよろしゅう、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお見送りくだされ。我々武将隊はこの後一旦陣を整え直し、午後14時30分再びこの場にて武将隊ステージを取り行ってまいり、ぜひお時間許されるものはそちらの方にも足を運んでいただき、今日という日を共にかみしめ楽しんでまいろうではないか。我々のおもてなし最後までご覧いただき誠にありがとうございました。